しもし、お待たせ。バートラー、6年も音沙汰なしとはどういうつもりだ。久しぶりだな。お、そうなのか。知るかよそんなの。うぜえぜじゃあ今年の親族会議はちゃんと来るわけだろ。6年ぶりだな。つまり我々の想像をはるかに超えて事業は素晴らしくうまくいっていると彼らは言っているのだ。ここで私と知事との私的なコネクションが大きく効いてきた。もはや絶対に釣り落とすことはない。それどころか例の委任状だけでなく、これまでの損失さえも一気に取り戻すことが可能なくらいの大きな話になりつつあるのだ。必ず釣り上げられる魚だ。何も焦る必要はないのだよ。親父が生きていたなら、ぜひ見せて誇りたいほどの大成功なのだ。ええ、それは分かっています。ですがあなたは昨年、私に約束したはずです。必ず1年で何とかできると。順調でよかったではないか。ということはどうやら
私はもうしばらくここで幽霊を続けねばならぬようだな。まんざらでもなかろうが、そなたの命などこの世を去ればすぐに悪魔どもに食い尽くされる運命よ。申し訳ありません、お父様。また今年もお父様にはお休みいただけないかもしれません。よい、気にするな、夏日。後ろ宮家当主はすでに私ではない。書斎の幽霊はおとなしく、現在の当主の命令に従うべきだ。クラウスの資料は読ませてもらったが、なかなかに悪くない。お父様からご覧になってもですか？わらわから見てもなかなかのものよ。誰もが勝利を確信し、相当の魔力が集中している。その結果、さらに勝利が熱くなり、ますますに人と魔力を集め、黄金を生み出そうとしている。錬金術の王道を見事に体現しているぞ。ほう。黄金の魔女の太鼓判までつくなら、これは心強い。喜べ、夏日。このクラウスの事業は、必ずや後ろ宮家の危機を救うだろう。ありがとうございます。そしてそのためにまた、もう一度親族会議を乗り越えねばならんな。ええ、昨年はうまくやり過ごせたつもりですが、不審に思う親族も現れるでしょう。今年は正念場になると思います。去年の親族会議の、ひょっとしたらもう一度同じことになるかもしれぬと予見したそなたは正しかったな。最悪のケースを想定するのは魔女ならずとも世渡りの基本だ。それで今年はどうする？去年同様、会議当日はお父様の秘密を知る使用人を集中的に配置します。お父様の不在を気取る親族もすでにいるかもしれません。不用意な演出はむしろ馬脚を表す危険性もあります。過ぎたるは及ばざるがごとしとも言う。なればどうする？今年は昨年とは逆に、最後まで書斎をお出にならないという筋書きで行こうと思います。それがよかろうな。牢城は単純にして最後の切り札だ。どれほど屋敷が毒素に満ちようとも、この部屋を密室結界に閉ざす限り、金蔵の存在を否定することはできぬ。それはわらわも保証する。だが牢城すれば囲まれるは必至。承知しています。それでも何とぞもう一度だけお父様とベアトリーチェの力をお貸しください。私は新しき当主の命令には逆らえぬ。そして幽霊もまた聖者の命令には逆らえぬしな。この部屋から出るなというのであれば、それに従おう。ありがとうございます。わらわは嫌だぞ。力を貸せと願われても願いごときでは聞いてやれぬ。ええ、あなたは古文錬金術師ですから、貸せと願いません。貸しなさいと命じます。あなたの魔法だけが頼りです。その力でもう一度だけお父様の幻想を。ならばよし。心得たぞ。そなたの貫禄、なかなかに心地よし。なるほどな。そして今年の親族会議を迎えるわけだ。爺様は不機嫌だからと書斎に閉じこもり、誰の前にも姿を現さない。
安心しろ。ここはゲーム版のまだ外だ。だから俺はそこにいるお前や爺様を否定はしない。お前は前回、全ゲームの開始時に、爺様が死んでることを赤で宣言した。しかし、ゲーム開始以前の爺様の生死については言及していない。つまり、今この場に爺様が存在していても、何の矛盾もないってわけだ。そして、この場にいるベアトリーチェの存在だって、否定することはできない。ゲーム版の外、すなわち、1986年10月4日以前の島の人数については、赤で宣言されていないんだ。だから、ここにベアトリーチェが存在しても、何もおかしいことはない。誤解すんなよ。魔女の存在を認めたり、あるいは屈したつもりもねえ。俺はお前とのゲームに勝つために、その部分だけに徹してストイックに戦いたいってわけだぜ。ゲーム版の外でまで嫌がらせをするほど趣味は悪くねえからな。お前は、一体、何を考えていたんだ？そうさ。俺はラムダデルタのゲームを通じてでも、お前を探さなくちゃならない。お前が何を考え、何をしようとしていたのかもな。殺人がとか、トリックがとか、そういう上辺だけじゃない。お前が、黄金の魔女ベアトリーチェが、何を考え何のためにそうしたのか、何を望んでいたのか、それを、辿る。今こそチェス盤をひっくり返そう。この物語を俺側からじゃなく、物語を紐解く。そして今度こそお前を理解しよう。そしてお前の心臓にたどり着く。痛みなんか感じさせない。安心しろ。あの魔女どものおもちゃになど、もうこれ以上させないからな。
今年の親族会議でも親方様の秘密を隠さねばならん。はい、心得ております。同じ手がもう一度通じるか疑問だな。奥様も同じご懸念を持たれている。そのため今年は書斎から一切お出にならない方向で行くことになった。つまりずっと書斎にこもられていることにするというわけですか。うん。そして書斎に入ることが許されているのは我ら三人、片翼の翼を許された使用人だけだ。ということは僕たち三人で親方様の嘘を突き通さなくちゃならないわけか。そうだ。親族の方々は親方様の具合や機嫌などを問い詰めてくるだろう。よどみなく答え、不審に思われることがなきよう注意するように。はい、心得ました。姉さんはすぐどじるからな。むしろ当日は風邪か何か理由をつけて欠席した方がいいんじゃない。そんなひどい。源氏様、シャノンがシフトに入る必要はないのでは。僕たちだけで十分やります。それはできん。奥様から我ら三人は必ずシフトに入るようにとの厳命だ。はい、やり遂げる覚悟です。どじらないでよ。どじりません。シャノン、カノン、すでにお使いする親方様はお亡くなりになっている。しかし本当の意味でお亡くなりになるまで我らの奉仕は続く。あの書斎は無人ではない。今なお親方様がおられ日々の研究に勤しまれているのだ。それを深く心得よ。はい、源氏様。お父様がすでに亡くなっている。そんなバカな。まあまあ、例えの話や。武田信玄はその死を3年の間秘密にするよう遺言したっちゅう有名な故事があるやろ。知らんか。そんな話もあったかしら。日本史はよくわかんないわ。当時武田は織田や徳川との戦の真っ最中だった。そこで信玄が死んだなんて話になったら戦況に悪影響が出るやろ。そやから自分の死を3年隠すように遺言したんや。秀吉かてそうやで。主君織田信長の死を敵方に知られんように徹底的に情報規制を行い、素早く毛利と和解して中国大返しを行い明智を討ったんやないか。一方の柴田勝家はそこで失敗したんや。敵の上杉に信長の死を知られ思わぬ反撃を受けて足止めを食らい、その後の秀吉との後継者争いで大きく遅れを取ることになったんや。早い話が、わしは去年の親族会議からずっと違和感を取ったんや。あれは私やルドルフが遺産の話をしてたのを廊下のお父様に聞かれてしまって。それでそこや。夏日さんや使用人たちはどこそこにお父さんがいた、不機嫌そうだった。